ったらいい。ありがとう。バカだな。飛べるわけないのにさ。へっ、お前らがバカなんだよ。人は昔な、自由に空を飛べたんだ。嘘だ、そんなことあるもんかい。こいつが空を飛んだんだ。特別な仲間さ。俺たちと違って魂が遠くに行っちまったのさ。女の子はイルカのいる南の海に、男の子はほら、あそこだ。前通り。これお願い。へい。いや、冬至祭だというのに今年はさっぱりだね。そうね。ここハンベルで景気がいいのは近所帯ぐらいのもんだ。嫌になっちまうよ。全部燃やしたよ。絶対悪魔には渡さないさ。トナカイもいるぞ。ミリュウもいる。ミリュウはいないけど、動物ならたくさんいるわよ。それにとても綺麗な川があって、秋にはサケがたくさん登ってくるの。近くにはブルーベリーの遮光家もあって。あっ、お父さんと約束してくれ。もし誰かが光遊びを見せてくれと言っても絶対にやってはいけない。どうして？
丈夫だ。平気よ。フリッツ博士は？はっ、6時02分、亡くなられました。性質の天才物理学者だぞ。生きて捕らえようと命令したはずだ。子供が、男の子が一緒にいたでしょ。あちらに保護しました。助かったの？ええ、奇跡的に大した怪我もなく。お父さん、助からない。もし元気になったら帰ってもいい？光遊びを始めてくれ。うん。大丈夫だ。アモ、怪我はないか？うん、平気だよ。先生、先生、成功です。とうとうエネルギーが目標値を超えたんですよ。やっほー、ありがとう、アモ。すごいぞ、よくやった。どうしたの、アモン。学校でいじめられたんだ。動物と話ができるって言ったら、そんなのおかしいって。おかしくなんかないわよ。でもね、お母さんも学校のお友達も
動物の言葉はわからないの。だからそんなことできるはずないって思い込んじゃうのね、きっと。おめでとう博士、ついに新しいエネルギーが完成したそうだね。フリッツ博士は新しいエネルギーを使った兵器を作れという私の命令を拒否した。彼は全ての研究データを焼き払い、亡命を企て失敗した。しかし彼には全ての研究に立ち会った一人の優秀な助手がいた。彼女は私の命令に忠実に従い、密かにデータを保管してくれていた。ウチア。はい。フリッツ博士の研究を受け継げるのは君しかいない。今日から君が我が国一の科学者だ。私がその地位を保証し、ありがとうございます。アモン、アモン。お父さん。何があっても微粒子爆弾を完成させてくれ。黄金竜帝国を復活させ、私が世界の王となる日のためにな。かわいそうだ。お前の父さんと母さんは死んだんだ。声が似てたんだ。だから僕、今日からはお前一人で生きてゆくんだ。でもルチア先生が一緒に暮らすって。アーモン、お前の力を彼らに使わせてはいけない。力、いずれわかる。さあ周りを見てみる。お前には風が見えるはずだ。風。目を閉じて風の音をよーく聞くんだ。聞こえるだろう。うん、風が歌ってるみたいだ。さあ自由になるんだ。ご覧、いにしえの風の民が見た黄金色の風だ。するな。風に乗るんだ。
神は眠っていたぞ。空から来た裸熊よ。わしはこの心臓の島の主ウルスだ。僕をここに運んでくれたの？ああ。お前は空が飛べるのか？わからない。でも金色の足には飛べるって言われた。見てごらん。うん、古の風の民の絵だ。うん、彼らは皆我々と話をし、鳥と共に空を飛んだ。それは吹くものを失った風の民の笛だ。わしの思い過ごしであったか。何万年ぶりかな、風の民を見たのは。風の民？僕が？そう、その笛は風の民にしか吹けぬ。お前が持つとよい。誕生を宣言する。空を飛ぶことは本当の自由の証だった。風の民たちはその日の食料に満足し、物を持つことも貯めることもしなかった。ところがある日、木の実を独り占めしようとする若者が現れた。若者のポケットはあふれんばかりに膨らみ、飛ぶことさえおぼつかないほどだった。だがいつの間にかみんながそれを真似し始め、いつしか空を飛ぶ裸グマは一人もいなくなってしまった。飛ぶのをやめた裸グマたちの悲しい末路がこれだ。自分のポケットの木の実だけでは満足できなくなった彼らは、今度は奪い合いを始めた。やがて彼らの中に、自らを黄金竜の民と呼ぶ武器を持った奴らが現れた。白蛇様は戦の口を望みだ。武器を持たぬ我々の仲間や風の民は何もできぬまま彼らに殺されていった。そして彼らはこの地に王国を作り、世界中の富を我がものにしようと戦いを繰り返した。しかし力で栄えた者は必ず力に滅ぼされる。王国が絶頂を迎えた頃、南に弓を持った民が現れた。黄金竜の民は皆殺しにされ、洞窟に蓄えた財宝も全て奪われてしまった。ひどい話だね。仕方ない、それが裸熊という生き物なのさ。でももしみんながずっと風の民のままでいたら、そんなことにはならなかったんでしょ。
風の民は滅んだのだ。どうした？何をしてる？飛んでみたくなったんだ。僕には風が見えるんだよ。無茶するな。あ、やめろ。風の民は太陽が沈むと飛べないんだ。無理しちゃダメ。死にかけたんだよ。この辺りの子じゃないね。色も白いし。どっか遠くから来たのかい？お父さんやお母さんは？ぼさっとしてないで晩飯の支度に取り掛かりな。今日は二人じゃないんだからね。うん。帰るところがないんだったらこの家にいてもいいよ。ただし、元気になったらしっかり働いてもらうよ。うちは男手がないからね。この村では男はみんなザビ業を手伝うんだ。ザビ？しっかりしろよ。
まだもらってねえやつはいるか。うちの肉が少ないぞ。なんだと？よく見ろ、同じだぜマリア。俺に文句言うなって。同じ？だったらあんたの持ってる肉と交換しろよ。いいぞマリア、やっちまえ。すげえ。食べないのかい？え、美味しくない？めったにないごちそうなのに。うん、僕寮に出ても役に立たなかったし。今日初めて寮に出たんだろ。そんなの当たり前じゃないか。気にすることない。でも なんだかザビがかわいそうで。お母ちゃん、バカなこと言うんじゃない。ここではこいつを食わなきゃ私たちが飢え死にしちゃうんだよ。ザビは海の神様が与えてくださった大切なものさ。全部食べなきゃ罰が立っちまう。残したりしちゃそれこそ死んだザビがかわいそうじゃないか。お父ちゃんとお兄ちゃんはザビの尻尾にはねられて死んじゃったんだ。え、私たちがザビを食べないとお父ちゃんやお兄ちゃんは天国に行けないんだ。でも天国に行ったらザビとも友達になって一緒に泳げるんだって。私の折った布が高く売れるようになったら欲しいもんがあるんだ。人形だろ。もったいない。あんなものバカ高いだけじゃないか。だってすっごく可愛いんだもん。僕何か手伝えないかな。明日から王将で寮が休みなんだ。本当？神のところに一緒に行って。何言ってんのさマリア、それは女の仕事だよ。いいこと思いついちゃった。荷物は私たちよりずっと少ないんだよ。まだ半分も来てないのに。え、日の出から歩いてきたのに。何でも手伝うなんて言わなきゃよかった。諦めなよモニカ。村に戻ったら私らのトウモロコシ分けてあげるから。ありがとう、助かるよ。ごめん、
僕のせいで遅れちゃって。こんな日もある。疲れたんだよ。寝かしといておやり。海の神よ、日々の糧を与えてくださったことを感謝します。どうかこれからもアモンと私たちをお守りください。アモンがいつまでもここにいて私たちと暮らせるようお力をお貸しください。いつも最後まで偉いな。心臓の島だ。あそこにとてつもない財宝が隠されている。カッカ、ものすごい風で着陸は不可能です。なぜだ心臓の島よ、なぜ私を歓迎しない。カッカ、開発中の空飛ぶ軍艦が完成すればこんな風など問題ではありません。心臓の島への最短ルートはどこだ。はっ、イルカ岬からネプタ川を遡るのが最も早いと思われます。司令部に伝えよう。作戦を変更する。リックをナバーンに進行し心臓の島を制圧する。カッカ、ナバーンと戦争を始めるおつもりなのですか。ちょうどいい。ナバーンの奴らを皆殺しにしてしまえ。
守るためじゃ。守るものがある。なんだ今の力は。ハモン、地上部隊攻撃を中止しろ。更新不能です。ならば司令部に作戦変更を伝える。攻撃を中止し、あの少年を生きたまま捕まえるんだ。マリア、マリア、ここにいちゃダメだ。逃げよう。Ha ha!
足の空を見てごらん。ほら、お天道様が顔出した。へい、これからどこへ行くつもり。おいらにゃ皆目わか。ねえ、ニック。見張りの時くらい歌やめたらどうだい。けれど、おいらの行くところにゃ。誰だ？なんだ、子供か。あの、海の民を見ませんでしたか？僕たち、はぐれてしまって。知らんな。我々は誰とも出会っていない。明日になると、この辺りにも近所隊がやってくるだろう。君たちも早くここを離れた方がいい。一緒に連れて行ってもらえませんか？僕たち、帰るところをなくしてしまって。我々はハンベルの町へ行く。それでよければ一緒に来なさい。君たち二人だけでいるよりは安全だろう。ありがとう、おじさん。また向こうにもいつだってどこだってお天道様がついてない。また村が焼かれたな。そう、近所隊のやつらね。おい、レーニック、そりゃ食いすぎだぜ。腹が減っては歌も歌えねえからな。お前一人の食料じゃねえんだぜ、ったく。イルカ岬に帰りたい。遊んだように、ほら、おいで。少年の力が必要だと。はい、アモンには光遊びという不思議な能力があります。小さなエネルギーホールを大量に生み出す光遊びこそ微粒子爆弾の核になるものです。なぜ今まで黙っていた？アモンは死んだと思っていました。なんとか私だけの力で新兵器を。私をなめるな、ルチア。何としてでもあの少年を捕まえてみせよう。お前は必ず微粒子爆弾を完成させるんだ。いいな？懐かしいな。
っと着いた。マリア、ここが僕の生まれた町だよ。手飛ぶんだよ。崖からこう風に乗って、うわあ、おおとととととととああああ。ご機嫌だな、テイク。本当だって、サシミ先生、信じてくれよ。ねえ隊長。太古の昔、空を飛ぶ民がいたという言い伝えが古い神話にはあるがね。さすがに三流詩人だ。役に立たねえことはよく知ってら。そう。そして町一番の名医なのに儲から、お前らのカンパニーみんな消えてる。おい、早いとこブラニックを倒してもらうと挟んだよ。タバルさん、他に子供はいないの？女の人は？みんな捕まったよ、近所隊の手にかかってね。ブラニックは自分に反対する者を皆牢に入れた。私たちの家族も投獄されている。ブラニック。母ちゃん。なあアモン、マリア、俺たちは母ちゃんや坊主ともう一度平和に暮らすために戦ってんだ。当時の祭りが過ぎれば他国からの援軍も来る。我々はその準備のためにあちこち回っていたんだ。祭りの後、一斉に蜂起してブラニックを倒す。隊長、僕もみんなと一緒に戦う。私も。そうか、大歓迎だ。よし、みんなで乾杯しよう。空を見てごらん、ほらお天道様が笑ってる。ドキドキ怒って怖い時は話しかけても答えちゃくれねえ。よっ、親父、元気な妻だな。ふん、余計なお世話だい。それより大っぴらにうろうろしてると近所隊にとっ捕まっちまうぜ。はっ、近所隊が怖くてやってられっかい。ここは俺たちの町だ、堂々としてて何が悪い。いやいや、近所隊の方々、毎日見回りご苦労様です。早く逃げろ。行こう。逃げて。
生臭い。よく来てくれた、アモン君。君は不思議な力を持っているそうだね。ぜひそれを我が国のために役立ててほしい。ん？これをどこで手に入れた？わかっている。そう、心臓の島だろ。アモン、私をそこに案内してくれるね。マリアやレーニック、それにみんなの家族を返してあげてください。ナバーンを、イルカ岬を二度と攻撃しないって、今ここで約束してください。おお、交換条件とは賢いな。よし、約束しよう。ただし君がちゃんとこちらの約束を守ってくれたらの話だ。手錠を外してやれ。は。ダメだよ、光遊びはしないってお父さんと約束したんだ。よく聞いて、アモン。あなたのお父さんはノイローゼになっていたの。だからそんなことを言ったのよ。違うよ、そんなことない。だっておかしいでしょ。新しいエネルギーの開発はお父さんの夢だったのよ。そんな約束するはずないじゃない。わかるでしょ、普通じゃなかったのよ。お父さんは悪魔には渡さないって言ってた。悪魔ってブラニックのことじゃないの？そんなことないわ。だって大統領は光遊びのことなどご存じないもの。私を信じてやる。仲間を助けたいんでしょ。捕虜は地下室に閉じ込められる。狭くて暗いジメジメした部屋よ。一月でみんなおかしくなって死んでしまうわ。そんな。心配しないで。あなたがちゃんと約束を守ってくれればすぐ出られるのよ。お願い、協力して。あと少し。どうしてやめるの？うるせえぞ、静かにしとけ。マリア姉ちゃん、マリア姉ちゃん、で、お姉ちゃん、ほら、ザビだぞ、飲んじゃうぞ。心臓の島へ進路を取れ。はっ。心臓の島、我が祖先の聖地。ついにこの日が来たのだ。おい、なんだか薄気味ありな。待ってくれ。こんなところ本当に聖地なのかよ。必ずどこかに財宝が隠してあるはずだ。しらみつぶしに探せ。これのことなんでしょうか。
大昔の落書きなど見に来たわけじゃない。太古のゴミなど焼き払ってくれる。撃て。先に約束を破ったのだ。ルチアの研究も進まず、洞窟の案内もこのざまだ。約束を守らない人間への戒めだ。よく見ておけ。イルカ岬です。解放用意。やめろー。ダメよ。もよっしゃー、あっしゃー。反応なし。雲が砲弾の威力を拡散させています。なんだと。ナバーン一帯は冬至の前までこの厚い雲に覆われ続けます。ルチア。はい。命令だ。何があっても冬至の日までに微粒子爆弾を完成させろ。閣下、しかし当時の日にナバーンを一発で吹き飛ばしてやる。時間が足りんとは言わせん。これがお前の最後のチャンスだ、いいな。これよりハンベルに祈祷する。了解。どういうことだ。だったらこれぐらいじゃ済まねえぞ。みんな変な顔。レニック。さあアモン、今日はお友達と過ごすのよ。久しぶりでしょ。ひどいじゃないか。何をしたんだ。あなたが光遊びをしてくれないからお友達がこうなるの。ひどいのはあなたよ。アモン、俺は大丈夫だって。心配いらねえよ。レニック。出力を上げて。エネルギーが完成すればあなたたちは解放されるのよ。世界平和のためじゃない。何がいけないのよ。どうして私の邪魔をするの。私を殺したいの。先生、申し訳ありません。もう少しだけ時間をください。君には失望したよ、ルチア君。我々が欲しいのは全人類を支配できる新型爆弾だ。君はそれを作れると我々に誓ったはずだ。分かっています。ですからルチア、我々はもう待てないのだ。今日限り科学大臣を解任する。処罰は追って軍法会議で決定する。まあ死刑でしょうな。命令無視も心の奥だね。ルチア、新しい科学大臣を紹介しよう。君と違って微粒子爆弾を確実に完成させる男だ。よろしく、ルチア。
光遊び。おはようございます。大至急手術の用意をしてください。そう、今すぐアモンに麻酔を。大丈夫よアモン、あなたの秘密をちょっと見せてもらうだけ。脳と心臓を切り取ったらまたすぐに閉じてあげる。先生、報告、ゲリラ部隊の攻撃で科学大臣が殺されました。ルチアが？はそうか、微粒子爆弾は未完のままか。新型爆弾を作れる者は他にいない。当時の日のナバーン攻撃は中止せざるを。いや、計画は実行する。え？空飛ぶ軍艦の動力プラントをナバーンに投下し爆発させる。微粒子爆弾とまではいかないが、ナバーン一国くらいはすぐ廃にできる。しかし軍艦は予備エンジンで戻ればよい。ナバーン攻撃は計画通り当時の日に実行する。どこ、一緒に逃げてきたんじゃないの？残念だがまだ力をだろう。俺は研究室にいたから脱出できたんだ。そんな、僕助けに行ってくる。勝手な行動をするな。科学技術局だから君を救出できたんだ。軍事管理局はそうはいかん。今行っても無駄に死者や怪我人が出るだけだ。全軍が放棄するのを待て。でも大事な人が捕らえられているのは君だけじゃないんだ。焦るな、マリアは必ず助け出す。でもそれじゃ間に合わない。フラニックは当時の日にナバーに総攻撃する気なんだ。それまでに助け出さないと。何？まさか。当時の日はどこの国も盛大な祭りだぞ。もしその話が本当ならクーデターは間に合わないじゃないか。アモンの話なんてデタラメさ。
科学大臣が言った通り、アモンはブラニックの手下なんだよ。許さないか。あんな女のザレ事を信じるのか。そういうあんたはガキの言うことを信じるのかよ。俺の母ちゃんはアモンの親父の作った兵器で殺されたんだ。一緒に戦いたくないね。バカ野郎、てめえの母ちゃんは夜逃げしたんじゃねえのか。そうだっけが。何しろアモンは信用できねえ。裏で何してるのか分かったもんじゃねえぜ。やめねえかこの野郎。アモン気にすんな。俺たちはお前のことをこれっぽっちも疑ってねえぜ。そうだ、お前は立派な仲間だ。こいつらはちょっと悪い酒飲んだだけだ。悪い酒とはなんだよと。やめんか、おい。アモン。僕の力はみんなを苦しめてしまう。お母さん、どうして僕は他の子と違うの。僕さえいなければ、モニカおばさんだってお父さんだってきっと死なずに、マリアだって海辺の村でずっと幸せに暮らせたはずなのに。ありがとう。僕も負けないよ。お祭り？うん、明日はね、この国で一番楽しいお祭りなんだよ。お店もいっぱい出るし、サーカスや動物園も来るの。俺、お祭りに行きたい。父ちゃん、母ちゃんと一緒に。大丈夫、行けるよ。本当？うん、きっといける。なんだかそんな気がする。我々はこれから軍事管理局に夜襲をかけ、ブラニックを倒す。援軍を待っていることはできない。朝になったら数の少ないこっちのふりは目に見えている。夜明けまでが勝負だ。みんな死ぬ気で戦ってくれ。
屋に戻るにはまだ早すぎるぜ。この格好じゃねえと気合が入らねえんだよ。ちょっと待ってくれ。もし罠だったらみんな犬人だぜ。情報源は信頼できる我々の仲間だ。それが信じられない奴はここに残っている。ちょっと待ってくれ。肝心のその仲間が今戦わなければ我々の家族の命も自由もない。おい、諸君、ご苦労。大量の市民がレジスタンスに合流しようと。放っておけ。は？どうせこの街は消えてなくなる。ブラニックを倒すには今しかない。忍者隊の兵士だって怖がって、たくさんの人が集まってできる強い力を、強い意志を。だから僕らは負けない。僕らの力でブラニックを倒そう。どうしたんだ、忍者隊が苦しんでる。そうだ、忍者隊を倒すのは今しかない。みんなアモンに続け。
ヤミス。アモン。ひどい傷。ざまねえや。タワルたちに置いてかれちまったよ。じっとしてて。もう大丈夫だと思うよ。じゃ、行くね。アモン。アモン。ゲリラセモンド。こいつどうする。ほんとけ。どう、何か見える？うん、忍者兵が一人倒れてる。鍵も見えるよ。取れそう？ダメだ、全然取れない。じゃあ僕が取ってくる。町のみんなが援軍に立ち上がったんだ。アモンの呼びかけのおかげでな。アモン、君はもう兵力が足りんとは言わせんぞ。よし、残るはブラニックだけだ。みんな行くぞ。軍艦下流砲発射準備。標的軍事管理局。カッカ、あそこにはまだ我が同胞が。自分の体に腐ったところができたら、それを焼いた探検で切り落とす。それが一番良い治療法なのだ。人は腐るほどいる。また集めればよい。うわ、すっげー。見とれてないで行くよ。大丈夫？ニコ？やばい。伝説の風の民じゃないか。
アモン。ないで、僕はいつでもそばにいるよ。アモン、切り離し完了。左回答、目標軍事管理局。メインエンジン出力上昇。臨界出力まであと300秒。下部外装切り離し。下部外装切り離し。風を見ろ。風の歌を聴き、お前が風になり、そうすればブラニックの体に飛び込めよう。出て行け、今すぐに。作戦を中止する。進路を東に取り、全員退艦せよ。やめてくれ。俺はまだ死にたくない。
私は一人ぼっちだった。それは不思議な体験だった。私に聞こえたのは争いの神の声だ。さあ私を飲み込んでごらん。そうすればもう一人ぼっちでいることはなくなる。憎まれても嫌われても強い者の周りに人は集まってくる。一人ぼっちでいるよりはその方がはるかに良かったのだ。だが私は孤独でいることが怖かったんだ。大丈夫、怖くなんかないよ。よくやったな、アーモン。それでこそ風の民だ。でも、これでまた風の民はいなくなっちゃうの？いや、なくなりはしない。君が大切に思っている全ての人の心に風の民はもう住み着いているのだ。それは永遠なのだ。忘れないよ。